はい、久保さん、こんばんは。94話、撮りました。93話ではまだ動画見てないけど、返信ということで、せっかくしていただいたので、動画撮りました。よかった、無事撮れた。無事撮れましたね。はい、ということで、ちょっと今回は、自分の内側に全て答えがあるっていうところ、すごく響いたんですけども、動画の冒頭の途中かだったと思うんですけど、もうこれ前も同じこと言っていただいたと思うんですけど、生活態度がいい加減で、金だけ稼ぎたいんだと、そんなうまい話はないよみたいな話前していただいたんじゃないかなと思っていて、24時間全部自分がやるべきこと意識入ってますかと、稼げてっていう責任しっかり持ててますかみたいないうところを気にすべきなんじゃないのみたいなことをすごく言われ、意識した方がいいかなとは思っていて、本当に自分の答えっていうのは常に自分が持ってるんで、他人の気持ちを参考にしたい気持ちはあるし、それで、ああ、よかったとか、ああ、これでよかったんだっていう確信を持つことっていうのも、すごくできて自信がついたりもするんですけど、そもそもその他人とはやっぱり考え方違うんで、最後決めるのは自分なんですけど、ただその自分のコアっていうのを、しっかり大事にしながら、その上で人の影響を受けながら、そしてかつ自分の常識ですね、自分の今まで凝り固まっていた常識、それも気づかなかった部分ですね、気づいてればなんか改善はの手は打てるかもしれないんですけど、そもそも気づいてないみたいな、そもそも気づいてないんでっていうところをっていうのを、壊して、でそこから壊したんで、もちろん積み木細工のようにもう一回組み直さなきゃいけないんですけど、その中でも自分のできることっていうのを少しずつ少しずつ増やし、そしてやり続ける。もちろんまたできないと、また未熟な時はお手伝いしてもらいながら、ともかくその見切り発車でも世の中やってみる、これが大事なんじゃないかなとふと思いました。出たとこ勝負というかね、がむしゃらさがきっと殻を破ったり功を奏したりするのかなとは思いまして、今夜ですね、夜、もう0時回った頃かな、1時回ってましたということで、ね、無事取れたんでよかったなっていうところがあって、はい、なんかこの、しっかりと律して行動しましょうとか、動画を撮ってない時間の方が一番大事なんだみたいなところがあったんじゃないかなと思っていて、そういうのもひっくるめてしっかりこう自分と向き合ってやればいいのかなと、やれればいいのかなと思ったりもいたします。はい、ということで気になる男第94話ですね。もう93話は久保さんから来たので、94話エイヤと撮らせていただきました。はい、ということで、なんかだいぶやっぱりこうやってスライドを作っていくと早くなってきましたねだいぶなんか早くなってきましたね。一時期はすごく時間かかってきたのと、あと一つ久保さんに言われたのが、要は短い動画に、長い動画に対して別に短い動画で返信してもいいんだよっていうね、短かったら短い動画に対して今度長くとか、そういうそのバリエーションをいろいろ持っていいというと心を言われたのが、やっぱすごく楽になりましたね。別に短くてもいいのかと。なんかその、自分に一番気になるようなメッセージが、そこがあったらそこだけピックアップして、動画撮るっていうのはできるなとは思ってて。なんか、でもそれ言われてすごい楽になりましたね。
なんか動画等なの全部なんだろう気にしちゃおうみたいなこと考えたんですけど、やっぱりそうだと時間が足らなくなるので本当この形はすごくいいですね。やっぱ動画の中で一つあこれっていう、まあ、今回は2つとか大体2つとか3つあるんですけどね、まあ、それをこう3つについて喋っていくっていうことをするとすごく、まあ、自分でもやりやすいし、まあ、やりがいもありますよね。もう決まってるんでテーマがもうなんか物じゃないですけどね、なんかこう、まあ、こういうもんですよって言われて、うん、なんかちょっとよくわかんないですけどこういうなんかどんどん必死でやるっていうのがやっぱいいのかなとは思ってて、まだあるじゃなくて、あよし久保さんから動画来たなと、よし撮るかと、今のうち撮っとこうっていうね、なんか気持ちがすごくなんか大事な気がしましたね。まあ、一人で撮るのと全然違いますね。やっぱり一人だといつでも撮れちゃうっていうのがあるんですけど、やっぱ相手様がいると、相手様ま動画をね、リレーする相手がいるっていうのは本当にこれ幸せかなと思ったりもいたしますね。はい、ということでちょっと最後またベラベラ喋っちゃったんですけど、第95話ですね。95話よろしくお願いします。はい、失礼いたします。ここまでは覆面 YouTuber 高がお送りしました。ありがとうございました。